インタビューさせてくれてありがとうございました。さくらさん、どうしてもう1年前かな、今多分、どうしてそんなに YouTube がいきなり頑張っていますか？何か YouTube の方で変わってたのはガトムの利用。いつも YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。なぜガトム部が急に YouTube をやり始めたかと言いますと、なんと今までスタッフがいなかったんですね。動画をただアップロードするだけだったら月に1回違うな週に1回、1ヶ月間限定で出してたんですけども、こうやって英語の実況ができることができるってなったのは、タイにいるプミ君が手伝ってくれてるからっていうのがあって、なので、私は何もせずに新しいスタッフがやってくれるということで、すごく助かりました。おー、じゃあ、まあ何か前からやる欲しかったけどスタッフがなくてできなかったです。今スタッフがあってすぐ始まりました。まあスタッフがいなかったっていうのもあるんですけど、その私たちのガトームーブのいいところは、会場でしか見られないプロレスっていうのをずっとやってて、で会場にチケットを買ってきてくださったお客様だけがこのガトームーブを楽しめるよ。だけどたまにちょっとだけ PR するために、まあ、週に1試合だけ出すよっていうのをやってました。でもその考え方をガラッと変えて、まあちょっといろいろなきっかけがあったんですけども、ちょっとお客さんがもしかしたら減ってしまうかもしれないっていう状況になった時に、今までと同じやり方だとダメだと思って、だったら多くの人に、まだまだ知られてない人にガトムーブを見てもらって、もちろん会場にも来てほしいんだけど、会場とは違う YouTube の中のプロレスを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに、ちょっと考え方が変わったということがあります。だと何が変わったもありますか？ガトムーブの何か大会、うん、YouTube で始めた前とか YouTube の始めた後でずっと同じですか？ちょっと変わった、もしかしたらまだ変わってない部分があるかもしれなくて、ただ普通の試合を誰かがカメラで見てる、カメラの向こうから見てるっていう段階でしかやってないんですけど、これからはカメラの向こうの誰かに話しかけるという、同じ大会の中でもそのカメラの向こうを意識した試合っていうのができたらいいなと思ってます。実際は大会は正直デタラメな大会、何かあっても私たちを好きな60人しか見てないから大丈夫と思ってたけど、 YouTube に出すと私たちを好きじゃない人も見ることがある。その時にどう見えるのかなっていうのも少しは意識するようになるんじゃないかなと思ってます。わかりました。じゃあさくらさんがガトムーブにとって、いや私このもの、何かガトムーブのところ、私たちしか持ってないプロスの中にこんなことありますか、こんなこと思ってますか。これはすごくもしかしたら難しい話なのかもしれないですけど、私たちがガトムーブってすごい個性があるね、リングがないの、マットで試合やってるの、あんな小さいところでやってるのっていうのをよく言われてたけども、実はそれはこういうふうにしようと思ってやってたわけじゃなくて、お金がないから会場借りれなくてリングがなくって、たまたまあるところで少しでもプロレスっぽくやろうみたいな感じでやったことが個性って言われるようになっているっていうことに気づいて、でもそのみんなは、ガトムーブがリングでやったら普通じゃん、マットでやればいいじゃん、市ヶ谷を大事にしなよってずっと今まで言われてきてたけど、やっぱり選手は大きいところで試合がしたいし、もっと大きいお客さんの前で見てもらいたいし、私自身も会社として考えたら、いやこれはスペシャルなことじゃなくって、これはダメなことなんだ、もっと団体を大きくしなければいけないっていうのをずっと思ってたの。でも時代がちょっと変わって、大きくなることだけじゃなくて、今ある個性を深く掘り下げることによってよりお客さんが増える、お金を出したいってお客さんが増えるっていうのを、もしかしたら他のプロレスだけじゃなくて他のジャンルでもあるんじゃないかな。例えばスーパーマーケットでポテトチップスを売る、たくさん売りますっていうのも大事だけど、この世界で1個しかないポテトチップスを食べる動画を今から撮りますって言って、それを見るのが楽しい人も絶対いると思うから、そういった意味で、プロレスの見せ方がまだまだ可能性があるのかなと思ってる風に考え方が
変わりました。今まではいやこの一概を大事にしなよって言われた時に、60人だったらどれぐらい利益があると思ってるのって、これのお金だったら絶対私たちずっと何もできないと思ってたんですけど、やっぱりもっと多くの人に見てもらいたいっていう選手の意見があって、でそれを叶えてあげたいっていうことから、大きい会場ではまだできないけど、まずは YouTube でいろんな人に知ってもらおう、あとは自分自身がタイとかイギリスとか、まあアメリカとかで試合をすることによって、あれプロレス好きな人って日本人だけじゃない、プロレス好きな人って一覧に来る人だけじゃないっていうことに気づいて、皆さん私たちガトムブですよっていうのをもっと見せてもいいんじゃないかなと思いました。あとはガトムブみたいな団体って世界にないかなと思って、でしょ、大きい団体になるために何が必要、もっとお客さんが見えるよとか、もっと便利にしようとか、リングで大きいの会場で大会しようとか、じゃあこれ前のはちょっと時代が変わって、こんなことは世界が見るとちっちゃい場所からも何か見せたことできる、私たちしか持ってないものが、じゃあこれ合ってるからオンデマンドのことが考えたんですか。そうです、 YouTube だけだったら収益にはつながらない、本当に見てもらう PR することがすごく大事っていうことなんだけど、まだまだその YouTube で収益化するには私たちは人が足りないけれども、もっと応援したい、具体的に応援っていうのはお金を出して応援したいよって言ってくれる人がすごく増えて、ただガトムーブは今まで7年間スポンサーゼロでやってきて、本当に私たちのスポンサー、私たちをサポートしてくれてるのはお客さんが買ってくれるチケットだったりグッズだったり、お客さんが全てだったんですね。でこれからも多分スポンサーをつけるっていうのは、もしかしたら自分たちの行動に制限がかかるかもしれないし、スポンサーをつけるっていうやり方じゃないやり方がプロレスにはあるのかもしれないと思った時にオンデマンドを考えました。ただオンデマンドは新しいことではなくて、オンデマンドをやってるプロレス団体なんていっぱいあるし、 YouTube をやってるプロレスなんかいっぱいあるでしょ。だから、それはあの大きい会場をやるための PR のためのオンデマンドじゃなくて、オンデマンドのためのオンデマンドができたらいいなと思うし、そのためには全然スタッフもいないから、あのカメラを切り替えてとか、例えばいろんな国の言語で話すとか、そういうことはできないんだけれども、インターネットの世界が無限で大きいのに、なんでショーアップされてない団体をこっそり見るような感じ、またこれも楽しいなと思ってくれる人がいるんじゃないかなと思っていて、そこを狙っていきたいなと思ってます、まずはね、あと何よりも今私はプロレスがただ好きでやってるけど、プロレスがただ好きではガトムーブの選手たちがプロレスを長く続けていくっていうのは難しいかもしれない。それは、まあ、7月にガトムーブのトップの選手が対談した時に、あ、この選手が嫌だなと思ったことはなるべく全部なくしていこうと思った中から、今のメンバーを大切にするためにもっとガトムーブを収益化しないといけないと思ったし、大きい会場をもっと多くの人が見てもらえる、名前を挙げる、知名度アップするっていうのが大事だと思ったので、私は今 AEW に参戦していて、とにかくまずは私も知られてないから桜井美が有名になって、ガトムーブを有名にして、そしてガトムーブのいろんなあの選手がいろんな人に知ってもらえた後に、なんだろう、プロレスをすることでいいことがあるといいな、人生が豊かになるといいなと思ってます。プロレスが好きなだけじゃなくて、好きで頑張ればちゃんとバックされるものがあるっていうものにしたい、ガトムーブを。わかりました。じゃあ、まあ YouTube より何か違うこともありますね、オンデマンドで。何か試合だけじゃなくて、ガトムーブしかいないタイプのいいところが持ってるもオンデマンドで見せたことできますね。これは、これはやばい、あ、本当にこれはやばい、頭が痛い。なんでかっていうと、やりたくて歌とか、まあ、座談会、トークをやってるわけじゃなくて、試合が3試合しか組めないから、でも試合が3試合だとショーが30分で終わっちゃうから、あ、やばい、何かやんなきゃっていうことでやってたから、今まで何も考えてなかった。なんでガトムーブが面白いかっていうと、それは会場のお客さんが目の前でプロレスを見てるからなの。目の前で自分に当たるかもしれないと思って試合を見てるからなの。でも画面の向こうで見てる人はそこまで近いって感じないと思う。
リングの中にカメラがあるプロレス団体の試合を見たらガトムブと同じじゃん、うん、だから今まで何も考えないで歌とかやってたけどどうしようかなっていうのと、もしかしたらこの何も考えないのが受けてくれたらラッキーだな。あのたくさんのスタッフがいてたくさんの予算があってやってるわけではないから、今は世界に認めてもらうとか業界に認めてもらうとか、あの世間に認めてもらうとかじゃなくて、ただガトムーブが好きだよって言ってくれるあなたのために頑張りたいと思っています。